孫悟は江東に地盤を固め、石壁にて劉備と共に曹操の大軍を打ち破った。我らは劉備曹操らと天下を奪い合う大勢力となったのだ。そして今我々は劉備との約定に従い合肥に進軍している。合肥に駐留する魏軍を打ち破り、かの地を得るために。合肥の地を得ることは魏の本拠地に牙を突き立てるも同じ。この戦を制し、孫策殿の大望の実現に大きく前進してみせよう。我々はこれより魏の軍が駐留している合肥の地へと進軍する。太子次殿には北から中立拠点を制しつつ進んでいただく。撃つべきは曹操、そして警戒すべきは合肥を守る猛将張良だが、今敵の布陣に奴の姿は見えん。これはどうしたことか。今敵の兵数は少なく、陣容は手薄。しかし敵とてこの乱世を戦い抜いてきた歴戦の勇、下断せず気を引き締めて戦に臨むのだ。そう口を尖らせるな、両党。この戦、我らにも利がある。諸君の言葉に乗って義を攻める、なんで奴らの都合で。だが我々の都合としても、義の南進を防ぐため合肥は制さねばならん。関内、お前の水軍が鍵だ。頼んだぞ。おう、任せとけ。荷が重すぎて船が沈まないかね。開始せよ。敵は少数、一気に肩をつけるぞ。この防衛の要所を突破できると思うな。この拠点は我らの命綱、落とさせんぞ。間に合ったか。この拠点は我らの命綱、落とさせんぞ。俺の攻撃回せるか。いい感じだな。次は負けない。敵将討ち取ったり。
してやる。今度は負けねえからな。敵将打ち取ったり。潰してくれる。この拠点は我らの命綱、落とさせんぞ。参る。孫悟の命運、この張文遠の人なぎが立つ。もうしばらくの辛抱だ。すぐ行くぞ。伏兵か。交代して陣を立て直すのだ。調子に乗ってんな。どうですね。砕いてくれよ。砕いてくれよ。お前の力頼もしく思うぞ。今度は負けねえからな。敵将打ち取ったり。それがしの戦力受けていただこう。砕いてくれよ。我が軍とくとご覧あれ。引くしかない時もある。敵将打ち取ったり。このままで済むと思うな。今度は負けねえからな。敵将打ち取ったり。今だ、攻めかかれ。この張文遠、武のすべてをもって飛行を退けよう。これ以上勝手な真似はさせん。お前の力頼もしく思うぞ。なるほど、一筋縄ではいかぬようだな。いかんの、我らは迂回し本陣に引く。
存分に攻め立て。恥じて死すように生きて汚名を注がん。敵の術中にはまったか。この防衛の要衝を突破できると思うな。俺たちと戦うなんて気の毒だね。我らが堅固な守り、とくと見るがよい。なるまい。敵将討ち取ったり。猛徳の前に立ちはだかる者は斬る。趙文円、再び参る。みんな、存分に暴れていい。マイラメ、ここは趙文円が通さぬ。
恥じて死すより生きて汚名を注がん。敵さんが逃げ出す前に追いつこうか。怒らせるな。俺が相手になろう。存分に攻め立て。敵さん逃げ腰ですぜ。いい感じだな。すげえ、誤ったか。敵将討ち取ったり。この拠点は我らの命綱。落とさせんぞ。我が基地と覇気を尽きるを知らず。あの船、あったか。野郎ども、じらして悪かったな。さあ、暴れるぜ。よく来てくれた。共に攻め立てようぞ。この勝負、余力は残してはおれぬか。恥じて死すより生きて汚名を注がん。
もう一押しですぞ。わしに歯向かうとただでは済まんぞ。この超文猿、孫悟を滅ぼす戦機とならん。見事な武だ。超文猿、全力で応じよう。お見事。敵将討ち取ったり。俺たちもぼちぼちやりますか。この借りはいずれ必ず返す。敵将討ち取ったり。よし、この地での主導権は我々が握った。曹操を討つには至らなかったが、この結果は魏の将兵の心に強く焼き付いただろう。この勢いに乗って葬儀に乗り込むか、協調路線を捨てて劉備を攻めるか、それとも次の一手天下の行方を決めるものになるな。新しい護衛武将が仕官してきたようじゃな。この護衛武将はその際一国を制し、晩年傑物と称される人物のようじゃ。